こんな時間に呼び出してしまい申し訳ありません。それは平気なんだけどさ、うちじゃダメだったのか？そういうわけではありませんが、あなたと二人きりで話をしたかったので。俺と二人きりで？何か重要な話でもあるのか？殺し屋が襲ってきてからのことですが、いろいろと考えていたんです。殺し屋のこと？ヤミも元気になったし、忘れてくれてると思ってたんだけどな。とても迷いましたし、話さないという選択肢もあったのですが、でも、その…言いにくいことなのか。かなり言いよどんでるみたいだし、無理に今日言わなくてもいいんだぞ。いえ、言います。今伝えなければ言えないままになりそうなので。そっか、じゃあちゃんと聞くよ。私は地球を去ろうと思っています。え？このまま私が地球にとどまっていると、周りの人、いえ、ゆうきりと、あなたに迷惑をかけてしまいます。嘘だよな、闇が地球を出ていくなんて。殺し屋のことだって闇のせいじゃないって言っただろ。それでもです。大事な人たちを危険に巻き込みたくないのです。それでは私はこれで。闇、ちょっと待ってくれ。他の方にも伝えないといけないので。ではこっちの話も聞かずに行っちまった。くそ、どうすればいいんだ。このままお別れなんて絶対にダメだ。もう一度ちゃんと闇と話をしないと。探しに行くか。本屋もたい焼き屋も街中探したのにいなかった。まさか殺し屋に襲われたなんてことはないよな。闇に限って負けることなんてないとは思うけど、っていうか、なんで俺はこんな必死になってるんだよ。闇には攻撃されたり鈍いとか言われたり、結構ひどい目に遭わされてるのに。でも記憶喪失のことを心配してくれたり、俺のことを守ってくれたり。俺は闇のことをどう思ってるんだ。一人で考えててもしょうがないよな。誰かに相談するか。もしかしたら闇もさっきの話をしに誰かのところへ行ってるかもしれないし、ひょっこり会えるかもしれないよな。闇とティアーユ先生は関わりが深いらしいし、先生に相談してみようかな。闇がそこにいる可能性も低くはないだろうし。闇はいなかったか。ゆうきくん、大事な話があるみたいだったから診療所を開けてもらいましたけど。ありがとうございます。それで相談って何でしょう？実はさっき闇と会ってて、その話を聞いてたんですけど、地球を去ろうと思ってるって闇から言われちゃって。闇ちゃん、ゆうきくんにも言っていたの？そうですけど、先生も聞いていたんですか？闇ちゃんの冗談かと思って。でもゆうきくんにも言ったってことは本気ってこと？どうしましょう、どうしましょう。先生、落ち着いてください。今慌ててもどうにもなりませんから。ああ、せっかく再会できたのにまた離れ離れに。落ち着いてくださいってば。ごめんなさい、ゆうきくん。
みっともないところを見せてしまって。大丈夫です、先生が慌てる気持ちもわかりますから。ありがとう、ゆうきくん。でもどうしたらいいんでしょうか。やみちゃん、この町に来たおかげで友達もできて楽しそうにしていたのに。俺が悪いんです。この前闇に負けたって殺し屋が復讐に来て、俺が人質に取られちゃって、そのせいでもうこれ以上俺に迷惑をかけたり危険に巻き込んだりしたくないって。闇が。そうだったんですか、そんなことが。闇ちゃん抱え込んじゃう子ですからね。なんで俺は闇が悩んでいるのに気づいてやることができなかったんだろう。もし闇ちゃんを止められるとしたら、それは多分ゆうきくんだけだと思います。根拠はないけれど、前に二人が仲良さそうにしてたのを見ていたからそう思ったのかもしれません。闇と仲がいいって言ったらみかんなんじゃ。ゆうきくん、不思議そうな顔をしていますね。でもゆうきくんはもうヤミちゃんの大切な人の一人なはずです。今のヤミちゃんならどうしても最後にもう一度ゆうきくんに会いたくて挨拶に来ると思います。そうでしょうか。はい、だからその時が最後のチャンスです。あの、どうしてそんなに自信満々なんですか。だって私だったらきっとそうしますから。先生。わかりました、先生を信じて闇が来るのを待ってみます。